お疲れちゃんです。ラットです。そしてキゲさんちょやめてくださいよ、もう。いや変化球が好きなんですよ、僕は。もう、はい、いつもなんか何されるか分かんなくて、はい、こっちもドキドキしてる感じでどうも皆さんこんにちは、キゲです。お願いします。お願いします。変化球が好きなんですよ、やっぱり。いつもぶっこんできますからいつもなんか、ねえ、はい、そして、どうぞ、救急です、よいしょーでもいいんですけど、はい、まあ、もうキオラッドぐらいになったら、そうですね、ちょっとくねくねってきちゃうんですよね。くねくねそうですね、くねくねしすぎてますね。しすぎはよくないですね、はい、しすぎはよくない。ということで、今回、はい、今回はですね、はい、キオキオさんになら、まあ、1.9 デッキでも勝てる説をですね、きたやりたいなと思います。1.9 デッキって1.9ですね、平均、エリクサー平均コストが1.9、最低コストですか。最低多分 1.7。 まあでもそれって多分もうヒールとかスケルトンとかもう攻撃手段がない感じね。そうですね、もう1コスのそういったカードばっか入ってますね。 1.9 ってその超低コスの人たちに何を何コスを加えたら 1.9 になるんですか。4コス 3とかですね。多分4入れちゃうと多分2.1ならないかもしれないですね。あ、1.9には結構きついかな。1枚入れれるかどうか際ですね。おお、なるほどですね。なるほどなるほど。で、まあ、3コスユニットは1体2体何を選ぶかみたいな。はいはい、そう、あ、そういうことですね。 2コスユニットを何体入れるかみたいな。じゃあさあ、そこ調整ってことですね。じゃあ4コスは基本もうほぼ、うん、まあ難易度考えていいと思いますね。3コスで削ってくるんですか。はい、3コスでも究極さんに勝ってますね。あら、3コス結構強いのいるなそうです、いっぱいいるんですよ。いや、でも1.9ですよね、平均。1.9です。いや、ラットさんマジで何でも使えるからな。だから僕はの学びとしては、はい、ラットさんにラットさんの攻撃に対して防衛だけする人になっちゃダメなんですよ。あ、まあそうですね。そうすると勝手にプリンセスとかわかんないですけど、そういうアイスピのなんか突進とかで、はい、地味に削られてるんで、僕はもう形を作ることを意識して。確かに大事です、大事です。ということで、もうデッキはですね、僕はこちらの方でやっていきたいと思います、ね、僕はもう決まりました。はい、こちらです。じゃあ僕ラッツさん出します。はい、お願いします。ポチン。さあ、いや、これワンチャンあるというか、全然勝てるでしょ。よろしく。圧勝しますから、僕もう言いますよ。でもね、そうなんですよ、圧勝されるんですよ、お願いします。いつもドヤ顔でね、勝っていますからね。はいはいはい、なるほどなるほど、なるほど。おー、墓石、墓石か、墓石か、墓石かですか。墓石かですよ。墓石か、珍しいですね。3コス、もうこれちょっと攻めすぎだな。あれ、いいんすか。ハイボ使っていいんすか。いや、ファイボは良くないっすか。だってファイボまあ、30とかないっすかね、さすがに。さすがにない、確かに。さすがにないっすね。いや、これはね、僕は防衛しないってね、学んだんですよ、おじいちゃん。ラバもう、あえて。ラバっすか。あえて、もう僕が絶対使わないやつで言ったろうと。ラバは珍しいっすね。さあ。これでも、あー、防衛しますね。いや、確かに、あ、煽ってくるなー。めちゃくちゃしますね、いや、これやばないですか。おやばい、おやばいっす。おい、いや、それやだなー、それ。いや、それつら、結構つらい。よしよしよし。よしよし、もういい流れですね。結構つらいな。いや、でも、なんか、それこそ、あ、はいはーい、ざいますと。あ、もう回ってるんですか。いや、でも、メガゴちゃんがですね、ワンチャンこれ見てんだよな、この人。よし、OK、よし。よしなんすか。もうだってリードしてるじゃないですか、もう。もうリードしてる。なんでだろう。え、本当にクララワスか、それ。クララワスです。その端末、本当にクララワスか。同じことしてます、今。同じことしてます。いや、もうこれ、無視。あ、だから無視したら。いや、結構持ってかれんな。大丈夫ですか、この一体が。いや、いいんです。あ、やっちゃった。いや、僕はね、タワー飾り、もともと飾りの人でした。確かに、あっと飾りがどっか行っちゃいましたね。そうです、起用家の称号に変わったんでね。確かに。はい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 。やばい。いいよ、いい。本当に。あ、でもいいんじゃない。やばい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 。今、まあ、待って。結構守られんな。よし。よし。ベンツ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 。はい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 。ベンツ欲しいとか。
え、なんでこんな削られんの。え、本当にクララですかそれ。クララですクララです。いや、これはまずい。これ、このね、このラバの時間帯はやばい。やっちまりょうです。それやっちまりょうですね。ベンツ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 。よし、あ、あ、前目が先すぎ、先すぎ。え、なんで。ほら、ほら、もうなんかじらしてくる、じらしプレイ、じらしプレイ。いや、え、ほんとに。そういうことです。え、ほんと。そういうことです。そういうことです。ありがとうございます。ほんとに。ほんとです。めっちゃ守ってくる。ありがとうございます。はい、守ります。やばないっすか。いや、なんか守ります。芸術。え、芸術。だって僕違うんですよ、ラッドさんとね、こういうね、はい、その低コストっていうんですかね、はい、いうところでやりますと。で、僕前そういう企画で僕スパーキー使ったんですよ。はい、なんだかんだでその守っちゃってたんですよね。なんかディガーヤリゴムとかでなんかいちいちガゴムに出しちゃった。ガゴムにか守りすぎちゃってた部分。そうで、形作れなくて終わってたんですよ、僕今まで。はい、そうですね、そうです。え、なんで。もう自分の下手さについてもうな、疑問。いや、でもね、芸術なんだよな、マジで。いやいやいや、全然全然です。マジで。マジです。いや、本当にラッドさんやばいと思うっすわ。なんか別次元の話をされてるんですよ、僕今。同じゲームですよ。同じゲームじゃないんすよこれ。同じ、同じです。これのさ、そのね、テレビとかのさ、リポーターがさ、あ、おいしいとか言う感じじゃないっすよ。ちょっと例え違う。例え違うけど、その、なんかその、なんかさ、別世界に行ったみたい、このフルーツみたいな。わかんない。それ例えがあるとしたら、それは、そういうんじゃないっす、マジで。別ゲー。いやいやいや。マジで別ゲー。いやいやいや、全然。もう一回やります。あ、もう一回やる。もう一回、もう一回。え、僕デッキ買いますよ。僕も、まあ、別の 1.9 ですね。マジで別ゲーなんだよな。ほんま。あ、これいいな。ほんまです。ほんま。ほんまです。ほんまでっか TV。 ほんまです。よし、ほんまでっか TV。 ちょっとなんかもう驚きでいいっすね。確かに芸術、芸術なんですよ。いやいや、これはモテるわ。え、関係ない、関係ない。本当に関係ないですね。あー、モテるな。え、モテるな。いいな。マジで関係ないですね。よし、行きたいと。どうしたんすか。どうしたんすか。これ、イヤーマフ知ってます。イヤーマフ知らないです。あ、よくこう音が全部聞こえなくなるんですよ。あ、ワックスついてます。大丈夫ですか。つけてないです、つけてないです。こう、え、すごいないですか。これ、この声聞こえます。ギリス。え、やば。すごいっすよね。え、これこそ異空間みたいな。異空間なんですよ。え、やば。めっちゃ、あれ似合ってるっすね。やばい。なんかアイコンこんな感じじゃなかったっす。ですよね。これ、いや、もうアマゾンで3000円ぐらいですよ。やば、安っ。買った方がいいっすよ。何も聞こえない。なんか僕、ここに寝てるじゃないですか。横の部屋でスマブラとかするとめっちゃみんなギャーギャー言うじゃないですか。あ、多分聞こえてない、あんまり。ギャーギャー言うじゃないですか。だから、うるさいんで、もうこれして寝ると、本当に、もう何も聞こえないんで、これ、なんか、うるさいなとか、例えばこ、近くに高速道路があって、寝れないっていう人は絶対買った方がいいです。これ、おすすめします、これ、マジで。やっぱ。僕自身、なんせ人が多いんで、うるさい。うるさいっすよね。うるさい。世の中、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと僕も。待って、清家さん、めちゃくちゃうるさい。やば。キヨキヨさん、ちょっとこれキャプチャーしといて今の。キヨキヨさんめちゃくちゃやばい、これやばいっすよ、マジで。これマジ買った方がいいっす、これマジで。やばい、なんか本当に異空間にいるみたい。まあ、要は静か、めちゃくちゃやばい。うわー、ラッドさんうるさい。これあれなんですよ、こう飛行機の操縦士とかが言ったらうるさいじゃないですか。あとは、射撃場とかでこういうのしますね。こうやってやってバン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 っつって、すごい耳を守るというか。そう、すごいですね。これやってやったら勝てるんじゃないですか。いやいや、謎。でもこれや、はい、やばい、集中できますか。マジすごいですね。できますか。ごめんなさい。いきます。よし、雑談ごめんなさい。自由。でもね、僕まあ自由がいいと思うんすよ。 YouTube はテレビじゃないじゃないですか。そうですね。テレビだったらこうね、ダメじゃないですか。言ったら YouTube ってこう、僕らをね、出すのが大事。ちょっとあの、相談なんですけど、はい、動画中に、はい、1.8 でいいですか。
もちろん。もちろん。はい。あの、もちろんでございます。ということで。1.9 でしたね。1.9 です。え、じゃあ下がるん？ちょっと。下がるんですって感じ。下がるんです。勝っています。いきます。いいですか。お願いします。お願いします。ベンツベンツベンツー、マジでやばい、離れないですもんね。もう頭から離れない、あのヒカルさんの歌マジでやばい、本当にやばいです。よし、いやーこれか。僕は結構変えましたからね。あ、まあ、高回転っすもんね。ああ、なるっすね。なるほど。このランボ美味しいですね。もう高回転なんで、もうスケとかで。確かに。ああ、そっか。確かに確かに確かに。ほう、ね、ああ、いい感じにやってあげると。確かに。ででもこのスケバレが、いや、いいんすよ。もう、あ、いいんすか。いいんす。もう僕は学びました。やば、これです。もうね、いらないタワーは捨て。それはこうそれはこう選手ですね。 それはこうえ、もうこう、え、それはこう。ちょっと待ってくださいよ。それはこう。それは違う。え、それはこう。それは違くないですか。それはこう。それはこうです。それはこうですよ。それこうです。それはこう。あの、結構なんかいい感じにいなされてるな。いやー、はい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 、はい、え、初じゃないですか、僕ラットさんからタワー1本あるの。やばいですね。え、それはそれでやばい。おい。やばい、ちょっとやばいですね。それはこう。それはこうごれですね。それはこうごれ。こうごれ学んでますね。これこうごれじゃないかもしれないです、はい、あれやばい、はいはい、あれあれれれれ、これワンチャンあるぞ。これやばい。キヨキヨ、これなめてた説ないですか、これ。ないです。全然わかりました、心理が。このこっから勝ちますよ。ここから勝ちますか。よろしくお願いします。こうから勝ちます。あー、でもな、うまいんだよな、今の。よし、はい、これでもうちょっと謎のおしゃれ、おしゃれな感じ。 いい防衛までありますね。さあ、これ嫌なんじゃない。やだ、マジでそれは嫌っす。ちょっと、あー、痛い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 。違いますね。ちょっとエッチーっすよね。エッチーっす。さすがにエッチーっすよね。さん、エッチーっすわ。やばい、これはさすがにエッチーっすよね。エッチーすぎません。エッチーっすよね。エッチーっす。あー、なるほど。いけ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 、レッツゴーレッツゴー。やばい、キョキョさんエッチすぎた。これはエッチ。キョキョさんエッチすぎません。これはさすがにエッチ。いや、ある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 、余裕じゃないです、余裕であるぞ。いや、やめて、ちょっと違う、それは違う、やめて。いや、まだ参る。え、いや、これ無理でしょ。おい、スクショしてスクショして、このこの感じ、この感じ。これは違う。違う。いや、やっぱそういうことだ。これ攻略法なんじゃないですか、これね。ラッドさん攻略法。あ、ミラー、ミラー全然分かった、分かってなかったな。やられちゃいましたね、ちゃね。ダメダメ、今のはもう、はい、ちょっとしょうがないですね。あ、もうやば、何も聞かない。それはずるい、それはずるい、それはずるいっす、それはずるいっす、もう。いやー、やっぱね、いや、ついに撃破。マジっすか。ついにやられちゃいましたね。もうね、やっぱね、無視ですよ、クラロワは。どんなに上手い人でも無視されたら何もできない。いや、もう今回はたまたま、たまたま。いやね、たまたまっす。僕が見てます、これ。あれあれ、いや、全然です。あれですか。ピュッ。あーあああああ、モテ、モテアイテム。いや、違います。言って、本当は普段キョウキョさん、これ、こんながっつりしてる。いや、僕ね、ネックレスとかマフラー苦手なんですよね。気になっちゃうんですか。肩と首が凝るんですよね。マジっすか。はい、けど、辛いんですよ、なんか。でも、やったら似合いますね。いや、じゃあマフラートークします。マフラー、マフラー普段してます。知ってます、もういつもしても外出るのに必須でしてます。おしゃれだな。違うんすよ、つけたいんすけど。あ、待って、つけられない理由2つあって、1つがその肩の、肩首なんですけど、2つ目、あの、かさばるっすよね。
かさばるんですよ。こうやっていいんですよ。かっこいいし、あの、あったかいんですけど、室内入ったりとか電車の時に、電車の時は暑い、ちょっとこうやる時もありますけど、はい、もうつけたままの時も、あ、そうすると暑くて蒸れてちょっと嫌なんですよ。で言ったらその電車の時に暑いっつって取ると、はい、どこに置いとくのみたいになるんですよ。ここにとか、なんか、あー、なるほどっすね、カバンの中にとか。あ、僕あんまカバン持たないっちゃ持たないですね。なんかでもちょっと手にこうかけとくみたいな。あー、だからそこが僕多分嫌なポイントなんですよね。いや絶対した方がいいですから。確かに、こんなだっておしゃれな、これやばくないですか、ジャケットですか、多分、え、しないわしない、でも僕好きなブランドなんですよ。ミッシェル・クランオムっていうね、かっこいいよ。いやいや違う、おすすめでございます。はい、シュッとしてる方おすすめでございます。これとかマフラーすればもうそれだけで、確かに。え、ちょ、今あります？あ、あります。持ってきて、持ってきて、マジですか。はい、つないでます、つないでます。はい、これを編集中のラッドさんはどう思うのでしょうか。ラッドさんの、あ、ちょっとちょっと、あ、ちょっと、うわっ、いや、でもシンプル、僕は普通にシンプルなんか好きな。これあったかいやつじゃないですか、これ。ちょっとそこ閉めないと。やばいやばい、あ、あ、あ、もう反響がする。これあれですよね、よし、この僕の巻き方はこう、あれ、忘れちゃったな。なんかもうこうやってやっておく、中にこう、あ、そうです、そうです、そうです、もう僕も普段それです、ずっとそれです。あー、これモテんな、これ。もうイケメンじゃないですか。体操服つける下基本体操服なんだ、僕。うわ、これね、もうやばい。いや、でもかっけえっすね、やっぱり。いや、マジで、マジで来ました。本当に。いや、でもこれはいいです。ちょっとラッツさんつけてみてください。いや、僕っすか。はい、僕つけたとてじゃないですか。いやいやいや、だって逆にあんまり、あの、ラッツさんがこうマフラーしてる姿見れないじゃないですか。こうやってマフラーの巻き方忘れたんですけど、あれ、僕こっちだ。でも人によっていろいろありますよね。そうっす、僕こっちっすよ。あれ、はい、逆だ、あれ中に入れるじゃないですか。はい、入れます、僕入れますね。普段逆だ、逆ですわ、いつも。ああ、そうなんですね。ああ、向きがあ、だ、走行がってことですよね。そうっす、あれ、やりにくい。あれ、怒んなくて。ああ、まあ、それちょっと僕もそうですよね。はい、これ、いつもこれで。ああ、普通っすよ。でも、マジで、あったかいんですよ、マジで。あったかいっす。これ、あるとないだけで、もう異次元。ま、異次元っすよね、マジで思います、それ。本当にマジで持ってない人は絶対買ったほうがいいです。買ったほうがいいですか。家出るときに第一に携帯で、はい、次にもう財布よりもマフラー。そのレベルっすか。マジで、とりあえず、とりあえずもう3つ、もう財布、携帯、マフラーみたいな。マジ、はい、マフラー最強っすもん。確かに確かに確かに、本当にマジでおしゃれなんだよな、なんか全然違います、全然違います。え、だってしかもズボンもいろんなの持ってるくないですか。ちょっとズボン見せてあげてくださいよ。いや、え、で、僕ないんすよ、ないんすよ。いい素材っすね、これ。ないっすよ。あ、僕が好きな素材っすね。僕あのジーンズとかスキニーパンツあるじゃないですか、はい、あ、苦手になっちゃったんですよね。僕、あ、苦手ですか。全く履かないっす。ジーンズ履かない民なんですよ、僕。え、でも、だって動画時間やばいかな。いや、まあ、いっか、まあ、え、まあ、いっかとか言ってな。全然いいっすよ、まあ、やばいっすか。いや、雑だ。いや、僕、かっこいいジーンズっぽいやつ持ってるんですよ。はい、大丈夫、この動画大丈夫。大丈夫、大丈夫、もう大丈夫ですか。もうたまにあっていいっすよ。後半、雑談ゾーンなんで、もう雑談ゾーン。はい、ちょっとね、これなんですけど今と、はい、これ、これもミッシェル・クランオムなんですよ。いや、マジでジーンズなんて、もうちょ、はい、もう履けるから、ちょ、履いていいっすか、こっちで。今、今履けるかな。今これね、スキニーなんで伸びるんですけど、はい、僕さっきデブデブ化で入らないみたいな。そんなことあります。マジで入んないです、これ。いや、今うわ、久々に着替えた、これ。今お着替え中ですね。あ、ちょっと僕のパンツの色だけは言わないでください。何色？ピンクみたい。いや、ピンクじゃない。ピンクじゃない。ピンクは、うわ、やべえ、これ本当に入んない。やば、パツパツじゃないですか。いや、でもこれがいいんですよ、スキニーって。あ、まあまあまあ、スキニーって。で、僕は履かない、マジでこの緩いのが好きなんですよ。うわ、待って、やばい、え、え、終わった、終わった。そういう、ちょっとやばい、ちょっとやばい。絵がやばい、終わった。いや、あの、まあこれなんですよ、基本は。え、いつか隠すんですか。隠す。基本これなんですよ。だからかっこいいでしょ、これだけ見ると。マジでイケメンじゃないですか。かっこいいですよね。イケメンです、イケメンです。このやっぱスッてしてるんで、なんかすごいあのスタイルもよく見えるんですが、しかも動きやすいんですよ、なんせ伸びるんだよ、これ。わかる、これ。これわかるかな。
やばい、はい、やばい、閉まらな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 いです、これ、はい、これほんと閉まんない、やばい、あれワンチャンちゃんと上げて、何の動画だこれは。ちょっとやめ、何の動画だ、ほんとに違う、自分の股間じゃん。え、でもね、やばい、いや、もう無理です、無理しない方がいいですよ、無理です、無理です、やべえ、でもかっこいいっすよ、いや、マジでかっこいい、けど僕もこのゆるい系が好きなんですよね、夏とかも冬も、だからジーンズあんま履かないですね、ちょっとショック、ほんとにショックっす。ガチで、ガチの方で、ガチのやつだ、終わった、やば、俺の青春は終わった。お疲れ様でした。え、ほんとに気に入ってんすけど、これもうほんとに気に入ってんすよ、結構、結構やばいっす、だってガチ、ガチの表情してるもん、結局さ、で、普段からこっそりこっそり、うん、閉まらない状態で。やばい、やばい、え、なんで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 、単純に太った。うるさい、うるさいよ。やばいっすね、え、これでいこっかな、俺もう、でもこれだったら全然、まあ、バレないですけども、こいつ、こいつねえ、ベルト閉まってねえぞみたいな。いやこれショックだな、さすがにおつらいですね、おつらい、これ久々、めっちゃ久々に履きましたけどね、まあ、ちょっと脱ぎます、そしたらこれ嫌なんですよ、あの伸びて、はい、伸びるんで、つまりいいんですけど張り付いてる感じが嫌なんですよ、結局。いや、わかります、僕もこの気になっちゃうんですよね、ズボンのここにひっついちゃってるのが、張り付いてる、だからこの緩いやつですね、もう、おっと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 ちょっとやめてくださいもう。いいです、もう最後、挨拶、挨拶だけ、挨拶、挨拶、危ない危ない危ない、そう、だからもう家では体操服ですし、うん、はい、でも本当に、いや、ごめんなさい、ショックですね、ごめんなさい、いや、ショックだな、マジか、なんだこれっていう、ちょっとショックだな、ってことで、あー、すいません、ありがとうございます、今回やばいな、この動画。やばいやばいやばい、今回コラボさせていただいたね、キョキョさんのチャンネルリンク貼っておくんで、概要欄にぜひチャンネル登録まだしてない方はよろしくお願いします。キョキョさんの動画の方でも、はい、僕とのねコラボ動画上がってるんで、ぜひそちらを見ていただければと思います。お願いします、ということで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。